3DCG テクスチャー作成テクニック。今回は 3DCG のテクスチャーの作成に役立つテクニックを解説します。ここでは2つのテクニックを紹介します。水平垂直のピクセルを使う、 UV を節約する、この2つを参考にテクスチャー制作を進めてください。水平垂直のピクセルを使う、画像は斜め線よりも縦横の線の方が綺麗に出ます。画像は X と Y の2次元の情報です。斜め線はこの2次元の並べ方を工夫して斜めに見せています。なので拡大すると粗くなります。大きいサイズの画像を使えばこの違いは目立ちませんが、テクスチャーを描く場合極端に小さな画像になることがあります。その場合このような小さいサイズになると斜め線のギザギザが目立ちます。なのでできるだけ水平垂直を意識してテクスチャーを描いた方が綺麗な仕上がりになります。例えばこのようなローポリの手袋のような形状を UV 展開する場合、ここの接続面のパーツはこのように六角形で UV 展開するよりも G キーの移動や S キーのスケールを駆使してこのように四角形に並べた方が UV は歪みますが、小スペースで綺麗なテクスチャーが描けます。これはローポリなどを作るときに重宝するテクニックです。ローポリの手袋のようなパーツの接続面などにご活用ください。UV を節約する。UV を節約すると大きく UV を配置することができます。これでテクスチャーの解像度を上げて綺麗に見せることができます。例えば短冊状に開いた髪の毛のようなテクスチャーはそこまで UV の伸びが気にならず、このように UV を圧縮できたり、このようなネジのパーツの UV は重ねて使い回せたり、他にも UV バックマスター2のような有料アドオンで UV の最適な配置を計算して並べたり、このようなテクニックを使って UV の面積を節約しながら綺麗なテクスチャーを制作してください。 UV を節約するテクニックについてはこちらの動画で詳しく解説しています。興味がある方はこちらもご覧ください。まとめ、今回は 3DCG のテクスチャー制作に役立つテクニックを紹介しました。水平垂直のピクセルを使う、UV を節約する、この2つを意識するだけでも工数が下がりクオリティが上がります。ぜひ皆様もお試しください。以上になります。今後も VR チャットアバターを想定して 3DCG でキャラクターを作りたい人向けに有益な情報を発信していきます。この動画が役に立ったためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。よろしければ Twitter の方もフォローしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。you